藤です。そうですね、今日ちょっとメールマガにもね書かせていただいたことなんですけれども、まあ本当にびっくりするような話で、爽やかにもっていう商品がうちで扱ってる中であるんですけど、これは、歯磨きジェルなんですよね。で、植物性の原料だけを使った歯磨きジェルっていうのがあるんですね。もう食べても飲んでしまっても全く安全というぐらいのレベルのもので、普通歯磨き粉っていうとね、口に入れてそれをましてや飲んでいくっていうのは良くないことですよね。当然いろんな化学物質が入ってるわけですから、体に良くないっていうのがあるんですけど、それをね常識をこう覆している、天然成分、植物成分だけで作った歯磨きジェルっていうのを開発されたんですね。でそれは、よく例に出すというか、よくお世話になっている水の子、九州熊本の八代、氷川町っていうところにある水の子の上村会長と、難波先生っていう歯科医の先生がいらっしゃるんですけど、その先生と共同でこう開発された歯磨きジェルがありまして、でこれがね、発売以来もうだいぶ経つんですけれども、非常にいろんないいお声をいただいてるんですね。で歯槽膿漏を改善する効果があるとか、歯周病とか、それから口臭予防とか、もう歯の状況、口の中のケアに関しては本当あらゆることに対応できるなっていうぐらいの、素晴らしい商品なんですけれども、口内炎がねこうできて、それが良くなったと。なた豆の歯磨きですか、そういうのがあるそうなんですけど、そういうのを使ってても全くこう改善されなかったのが、この爽やかリーボっていう歯磨きジェルを使い出してから口内炎がすぐに良くなったとかね、そういう、結構びっくりするような体験があるんですね。でその中でももう本当にこれは極めつけの体験なんですけども、上村会長がねおっしゃっていただいたことが体験談がありまして、それが、何を思ったのか、お客様はですね、その痔だったんですね。痔、お尻の痔ですよね。であれで悩んでたと。でどうにもこうにも良くならないものですから、こう藁をもすがる思いで、そのリーボのジェルをですねお尻に塗ったそうなんですね。でそしたら治ってしまったということで、すごい喜んでいただいたっていう、そういう体験談をね以前聞いたんですよ。でそんなまさかと、そんなアホだというふうに僕も正直思ったんですけれども、実際治ったということなので、そのことをメルマガにもね、ご紹介したんですね。そういう体験談がありましたと。でそしたらつい先日お電話いただいたお客様がいて、その方も実はその痔に悩んでたそうなんですね。でお医者さん行ってお薬をもらってきて塗ってたけど、もう全然良くならないと。でこれはもうダメだなっていうことで、その爽やかリーモで痔が治ったっていう話をね、僕がメルマガでしてたものですから、それを覚えておられて、でもしかしたらっていうことでね使われたそうなんですよね。でそしたらすぐに治っちゃったっていうねことで、先日お電話いただいて、すごい良かったですということでお礼をね言っていただいたんですよ。でという、正直ねびっくりしてしまいまして、その上村会長の話を信じてなかったわけではないんですけど、その歯磨きジェルをねお尻に塗って痔が治るって、そんな面白い話って、そういう変な話ってあんのかなって正直思ってたんですよ。でも実際間近でねお客さんがそういうことをおっしゃっていただいたので、これはすごいなと、確かにねそういうことがあるんだなっていうことをね今回思って、またメルマガにも書かせていただいたんですけど、そういう体験がね2人目出たということで、要するにですねすごい殺菌力があるんですよね。だから口の中の、殺菌を、万全にしてくれるというのか。で歯周病とか歯周菌とか虫歯菌を抑える働きが非常に強いんですね。で、同じようにそのお尻の状況の、その殺菌効果だと思うんですけども、そういういろんな、殺菌効果によってお尻のその痔の状況を改善してくれる力がどうもねあるみたいだと、これは治るとはもちろん言えないんですけれども、ただそういう体験が実際に出たっていうことは確かなんですね。なので、もしねこう痔で悩まれている方がいらっしゃれば、責任は持てないですけど、自己責任で、やっていただく分には全然問題ないと思うので、ね、別に変なものは含まれておりませんので、全部植物性のもので、安心できるもの、化学薬品も使われてないということなので、別に何かそれで悪くなるっていうことはないと、まずないと思うんですよ。だから一応でも自己責任で、もし悩んでる方がいらっしゃったら、試してみてもいいんじゃないかなということで、歯磨き粉なんですけど、一応そういう使い方、裏技の使い方もね、あるということで、もし悩んでる方が周りにいたらね、期待はできないけどっていうことで教えてあげてもいいのかなということをね、思いました。結構やっぱ痛みっていうのは僕も体験したことはないんですけども、すごくやっぱり痛いというか大変みたいなんですよね、お客様に聞いてたりすると。だからそういうので良くなればいいなということで、責任は持てませんけども試してみる価値はあるかなということですね。ということで、今回はね、痔が治ったという喜びの声をいただきましたということですね。今回は以上になります。ありがとうございます。